新井君、起きてください。時間ですよ。中本。朝ですよ。起きてください。うっせえな。起こすなよ。新井君が起こしてくれって言ったんですよ。出席日数が足りなくて、ちっとばっかしやばいからさ。真面目にやっていれば問題もないものを、そうやっていい加減にやってるから。なあ、もう説教なんざ聞きたくもね。説教などではありませんよ。僕が言っているのは日頃の積み重ねが大事だということなんです。分かってるよ。そんなこといちいち言われなくたって。 おい、もう寝ましょう。まだ早えよ。思い出したでしょ。どうでもいいや。もうダメです。確かに起こしてくれって言ったけどよ、早すぎるだろうが。お前の飯が終わってからでちょうどいいんだよ。そんなわけにはいきません。朝食は一日で一番大切な食事なんですよ。1時間目から出るならきちんと取るべきです。おはようございます。新井君と朝食一緒だなんて嘘みたいだ。朝っぱらから懐くなよ、三木丸。志村君は新井君びいきですからね。俺はいい迷惑だ。うん、そんなこと言わないでよ。本当のことだ。ひどいよ。なぜ志村君はそんなに新井君が好きなんですか。混ぜてかっこいいし優しいし。優しい？新井くんがですか？そうね、新井くん。さあな。あれ、加藤くんもう行くの？足りねえ。これだけじゃ少なかったみたいだ。おかわりだ。あ、高木くん、おはよう。おはよう。珍しいじゃねえか、高木。低血圧のおめえが朝飯食いに来るなんて。食べないよ。レモンティーぐらいにしとくかな。あ、僕が取ってきてあげる。すまないな。珍しいな、低血圧のおめえが。今も言ってました。なんだその量は。これも加藤のだ。お待たせ。あれ、高木くん、どこへ？トイレじゃないか。無理して起きるからだよ。それだけじゃないと思います。
創立50年らしいですね。文化祭でその記念となる出し物をやるって。はあ、僕の聞いた情報だと今日その実行委員会が行われるらしいよ。俺には関係ねえな。ねえ、気にならないの？何が？だって委員会が開かれるのが草薙パレスなんだよ。草薙パレス。嫌な感じ。まったくだ。どうして？草薙さんが関わるといつもろくなことがない。でも創立50周年の記念行事ですから、あの人もわきまえて行動するんじゃないでしょうか。それはどうかな。今年は清流高校生誕50周年という記念すべき年である。その記念すべき年、後世に残る文化祭としたい。そのための出し物を諸君らに考えてもらいたいのだ。詳細は副会長の三影浩二霞から述べてもらうことにする。三影浩二です。今年の文化祭は草薙生徒会長のおっしゃる通り、清流の50周年にふさわしい出し物を用意したいと思います。アーティストを呼んでのライブコンサートなども昨年の文化祭では行いましたが、今年は生徒による生徒のための清流祭というポリシーで実行していきたいと思います。つきましては、聞いてください、私に考えがあるのです。ウグイス谷君、落ち着いてくれるかい？あ、はい、すいません。じゃあ聞かせてもらおうか。はい、私は演劇部部長として今年の文化祭にぜひ採用していただきたい企画を持ってまいりました。それは、やっほー、待ちに待った週末だぜ。寂しかったか、CB ちゃん。なあ、新井くん、どこ行くの？いいとこさ。ねえねえ、僕も連れてってよ。ダメ。どうしてさ。お子様は立ち入り禁止なの。なんでだよ、僕と新井くんは同い年なんだよ。そいでもってさ、新井くんより僕の方が1ヶ月年上なんだからね。子供扱いされる覚えはないんだよ。バカ、そんなことばっかり言ってるから子供だって言われるんだよ。いいか、よーく覚えとけよ。人生は長さじゃなくて密度な。なんだよそれ。いずれわかるよ。うん、じゃあな。あ、アライくん、行くぜ。総領、お前らゴール下を固めろ。俺が止める。よし、今日こそ地下室から脱出だ。
どうした？お前も食べな。ほら、怯えなくていいよ。自分の中で分かり合える友達がいるだけでも気持ちは楽になるよ。電話してるその途中、突然気づくのさ。生まれた時から、この、どうしてうまくいかないんだろう。違うって、あ！セーブしてない。また加藤さんに決められてしまいました。でも次は負けませんから。お、楽しみにしてるぜ。そんな強がりは今だけですから。ま、頑張れや。演劇部部長、ウグイス谷雪の城か。いつもは控えめで目立たぬ男だが、今日の提案は格別。会長、本当にウグイス谷さんの企画を採用するつもりですか？もちろんだ。うまくいくとは思えないんですけど。何を心配しているのだ。大丈夫、私の計画に抜かりはない。これまでと同じようにな。もう会長の立てた計画だから心配してるんじゃないですか。彼らが絡んで成功した試しがないでしょう。相変わらずお前は心配性だな。この私が大丈夫だと言っているのだから大丈夫なのだ。リーナ。はい、君たち5人を草薙生徒会長が今夜の超豪華ディナーに招待したいとおっしゃっています。おうおう、ハートシールの招待状かい。あ、僕行きたい。俺も。なんだってそんなディナーに招待されるんだ。いいじゃん、わけなんて。草薙パレスに行くとろくなことがねえからな。行ってたまるかって感じだぜ。同感だ。珍しく気が合うな。そうだな。よし、わかった。俺がお前らの分まで食ってきてやるよ。うん。それが、皆さん5名様を一緒に招待しろと会長がおっしゃっておりまして。なんだって？ってことは新井くんと高木くんと中本くんも一緒じゃないと僕ごちそう食べられないの？だが、残念ながらそういうことに。よし、だったら俺に任せとけ。どうすんの？この俺が腕ずくでこいつらを連れていくってことよ。頑張れ、頑張れ。何考えてんだ。やがないといけ。では加藤さん、
よろしくお願いいたします。おお、任せとけ。草薙さんに必ず5人で行きますから、ディナーよろしくってお伝えください。に決まろう。加藤、いい加減に話せよ。そうだよ、もうここまで来て逃げやしねえよ。志村君、ナプキンは膝の上に、ナイフ、フォークは一本ずつ。ったく、食い物で簡単に釣られやがって。やあ諸君、ようこそ我が草薙パレスへ。今宵の豪華ディナーを君たちと迎えられるとは実に喜ばしい。その前に君たちに一つ頼み事があるのだ。ほらおいでなすった、やっぱりだぜ。俺たち5人まとめてなんておかしいと思ったら、やっぱり裏があるんだな。裏なんて大げさな言い方だな。おい和美、お前が副生徒会長なのは知ってたが、草薙について俺を裏切るとはな。裏切る？とんでもない。1年の時寮で同室だったお前を裏切るわけないじゃないか。俺は俺なりにお前を大切にしているつもりさ。だからこそここへ呼んだんじゃないか。ちょっと、僕の荒井くんに慣れ慣れしく触んないでよ。何かな、志村くん。僕の荒井くんから離れてよ。見決まろう。なんだよその笑いは、ずいぶん挑戦的じゃない。ああ、とりあえず詳しい話は演劇部部長のウグイス谷雪の城からしてもらうことにしよう。ごきげんよう。私がウグイス谷雪の城だ。実は今度の文化祭で清流高校50周年にふさわしい出し物として私の案が採用された。そして君たちにここへ来てもらったわけだ。能書きはいいからさっさと本題に入る。そうだ、俺は豪華ディナーのためにおやつも食わねえでここに来たんだぞ。さっさと用を済ませて飯食おうぜ。飯、そうだよ、まだ何も出てきてないじゃん。じゃ本題に入ろう。実は我が演劇部で密かにリサーチをしたところ、内外問わず君たちはとにかく目立っているということが分かった。目立つ？どういう意味でだ。個人によって違いはあるが、まあ君の場合は副業でモデルをやっているという点が目立つ要因だった。ねえ、僕は志村君か。君の場合マスコットにしたい男ナンバーワンだ。マスコット？何それ。でだ、その注目されている君たちに文化祭で公演する予定の主役を演じてもらいたいと思い、草薙会長に申し出たところ、二つ返事で了解を得た。素晴らしい案だったからな。我が文化祭実行委員会は全面的にプッシュする。そしてこの芝居のために3億の予算を出す。3億だけ？そうだ。でどんな芝居をしようって言うんですか。若草物語。若草物語？冗談じゃねえぜ、俺は抜けた。悪いが俺もだ。お俺もちょっとつれえかな。そうですね、僕も遠慮します。その行きまろう。はい。どういうことなんだ。別にそんな珍しいことじゃない。あーあダトシアナかよ。ダトシアナって古すぎねえかおい。ははははは、用意しておいた仕掛けが役立ったようだ。うるせえ、そんなもん用意するな。おやっと答えてください。私もバカではない。お前らの行動などお見通しなのだ。どうだ、参ったか。
そこでゆっくり考えることだ。ふざけんなよ。何もかもが計画通り、全ては私の思うがままなのだ。しかし会長、ここで気を抜くとまた失敗なんてことになりかねません。何事も慎重。うるさい。相変わらずお前というやつは。まあまあ、住田さんは会長を心配して言っているのですから分かってあげてください。大丈夫、きっ
っとこの計画はうまくいきます。手配も全て万全。彼らがどんなに抵抗しようと、最後に笑うのは我々なのです。そうだな、楽しみだ。